いいですね、焦げ目。はい、そういうことですよ。はい、湯気が出ててうまそう。はい、どうも、料理のお兄さん、リュウジでーす。はい、ということでですね、今回はですね、ちょっとね、ものすごいものがですね、僕ん家にですね、届きまして、見せた方が早いですね。はい。はい、これですね。はい。日本ハムの本気ですね、これね。シャウエッセン。これなんで送られてきたかっていうと、シャウエッセンブリトーをやったので、他のも食べてくださいって言って、送られてきました。いろいろあるんですけども、全部食べたことないです。ホットチリ味。シャウエッセンの中身の肉で作ったベーコン。これはちょっと、食べたいです、これね。チーズフォンデュ。めちゃめちゃ長い、シャウエッセン。スープカレー。こんなにシャウエッセングッズあったのかっていうぐらいありますね、これね。ということでですね、いただいたんですけども、まあ、せっかくなので、調理してみたいと思います。まあ、調理してみたいと思うって言ってもですね、シャウエッセンなので、そのままでもうまいので、かなりシンプルな感じで、食べていきたいなっていうふうに思います。今日はね、これ使おうと思います。はい、こいつをいろんな方法で食べていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。早速、やっていきたいと思います。料理研究家なんですけども、一応シャウエッセンはシャウエッセンのまま食べたいので、ステーキにします。シャウエッセンステーキです。普通のフライパンが入んなかったので、僕がいつもアクアパッツァとかで使ってるでかいフライパンを持ってきました。はい、細長のね、このまま出せるから結構いいんですけど、ちょっとね、温めます。はい、テフロンっぽく加工してあるので、普通のシャウエッセンよりちょっと太い気がしますね。これね、ステーキにするとすごい美味しいんじゃないかなと思って焼き目をつけて。シャウエッセンはね、戦争が起きるぐらい焼き方皆さんいろいろあると思うんですけども、すごいシャウエッセンを焼くだけの料理研究家っていうね。あー、いいですね、焦げ目が。あ、いいですね、焦げ目。はい、はい、はい、ですね。今日はジュアーズ12年。はい、ここ手前からやってくださいね。シャウエッセン焦げちゃいますんでね。はい、はい、すぐ飲んでいきましょう。もういい感じなので、水。蓋がないんで、まさかのアルミホイル。はい、こいつでね、ちょっと蒸し焼きます。中までじわっとね、火を通していきます。カセットコンロ使うとき、ここね、ボンベのところがあるんですけども、ボンベに被らないようにしてくださいね。熱こもっちゃいますから、これ。はい、ボンベに被らないようにして、今日はね、ボンベに被らないようにしてますから。で、まあ、1、2分ですね。蒸したら、はい、こういうことですよ。はい、湯気が出ててうまそう。最後にね、蒸し上げて、中まで熱を出ていくと。シャウエッセンを盛り付けていきます。乗らねえブラックペッパー振ります。シャウエッセンステーキの完成です。はい、では出来上がったのでですね、早速食べていきたいと思います。いただきます。これ絶対合うだろ、これこれ。うん、うまいね。しばらくね、料理研究家やってると、そのままソーセージだけで食べることがないんですよね。久々にそのまま食べました、僕。めちゃんこうまいです。噛み応えが普通のシャウエッセンがある気がします。肉汁、たまりませんね。これだけだと、お前それシャウエッセン焼いただけじゃないかって言われるので、ちょっと待って、水飲むから。何かちょっとちょい足しして美味しくするっていうやり方をやろうと思います。ロングのこのシャウエッセンステーキでも可能なんですけども、普通のシャウエッセンでもできる技ですので、ちょっとやっていきたいと思います。マヨネーズとタバスコ、はい、結構入れます。はい、チリマヨを作るんですね。で、こいつをシャウエッセンにこんな感じでね、つけていきます。はい、これですよ。それはうまいよね。これね、チリマヨネーズね、僕結構好きでね、フライドポテトとかにつけちゃうんですけども、シャウエッセンにめちゃめちゃ合います。うん、たまらん。
ここにブラックペッパー少し入れてもいいですね。より研究がないので趣向を凝らさないと自分が満足いかないんですけども、今回はねシャウエッセンがうまいから僕の見せ場がないっていうね、そこちょっと憂いております。一番やりたいの今からやります。はい、鉄板もう一回温め直します。でここにですね焼肉のタレ味ぽん大体ね1対1ぐらいです。好みでねガーリック入れてもいいです。カレーポン、ソーセージに世界一合うソースです。いただきます。これ最高だわ。うん、焼肉のタレとポン酢が合わさるとですね、適度な酸味のあるすごく肉に合うソースになるんですね。これをねシャウエッセンかけて、ね、つけながら食べる、最高です。程よい酸味がすごいね食欲をそそるんですね。あまりにも美味しいものを食べると人間ってそのあんまり言葉が出なくなるんですよね。とにかくやれ肉だったら何でもこれうまくなる。僕はこれをつまみに3杯ぐらい飲みますので、今日はこの辺りで。ご視聴ありがとうございました。なんか蒸気漏れてるけど。